高松港機にて行き交うフェリー。左が四国フェリーで、右が宇高国道フェリー宇野港前方右側が宇高国道フェリー、左側が四国フェリーの宇高航路線宇高国道フェリーと四国フェリーがネオンを競う高松港宇航,航路は、かつて岡山県玉野市の宇野港と香川県高松市の高松港の間で運行されていた航路である。かつては、 本州と四国を結ぶ主要航路の一つで国道30号の会場区間を担う定期航路としては1910年以来109年の歴史を有していた国有鉄道の右航連絡線を端緒としており国鉄 JR 四国により宇野駅高松駅間の鉄道連絡線を運行していたほか戦後は民間3社がフェリー航路を運行しマッを除いては 終夜運行を実施していた。宇航連絡船を除く民間航路は以下の事業者により運行されていた。四国フェリーの船上から撮影した宇航航路全域の Google ストリートビューが2015年1月22日から公開されている。すでに廃止している航路であるため、代替案としてフェリーのみで宇野港高松港を直接行き来する場合は、 宇野港豊島家浦港豊島からび津港小戸島うとのしょ高松港宇野港直島宮浦港高松港となる。本州の他方面との行き来の場合は新岡山港小戸島うとのしょ高松港神戸港小こ島坂手港高松港が、国土交通省四国運輸局により策定されている。つの国には、瀬戸大橋値下げなどによる、収益悪化や、利用客減少、 2009年3月に、瀬戸大橋などの高速道路の休日宣言化が始まることを理由に、2009年2月24日に、岡山運輸支局に2009年3月31日の受け持ち日をもって休止とする事業休止届を提出し、受理された。2009年4月1日、津野国汽船は撤退した。国道フェリーと四国フェリーは、 瀬戸大橋など高速道路の休日宣言下で利用客が減少し2010年2月12日に2社とも四国運輸局に2010年3月26日の最終便をもて廃止とする事業廃止届を提出し受理された。下記の通り同年3月に廃止は撤回されたが2012年10月に上記の通り国道フェリーが撤退している。 最後に残った四国フェリーに対しては、地元自治体が2015年から補助を行ってきたが、航路の維持に必要な燃料費や船の修繕費の高騰で収支の安定には至らなかった。ありがとうございます。